時をかける少女、吉山和子、吉山和子は、筒谷隆の SF 小説、時をかける少女の主人公。時をかける少女の派生作品において、登場人物の一人として登場することもある。深町和夫や朝倉五郎と共に過ごす、一般的な中学生であったが、理科の実験室で意識を失っていこうタイムリープの力を手にする。当初、その力は、 偶発的に発揮されていたが、多くの体験の後に、自分の意思で行えるようになっていく。タイムリープの原因を探るために、吉山和子は、意識を失った理科の実験室へ、タイムリープする。ある人物と再会を果たし、人探しの手伝いをすることとなり、再び、タイムリープを行っていく。名の今の誠に、タイムリープについて教えた人物、独身で、 博物館に勤務している。原作の吉山和子と同一人物であるが、原作と全く同じ経験をしているのかは不明。薬学者の職に就いていて、ある男性と結婚しており、吉山明という一人娘もいる。あるはずみで、ある思い出と約束を思い出し、吉山明に1972年に生きある人物に会うように告げる。大学で薬学の研究をしている。 下水体腫瘍にかかり、入院、手術を控えている。名の尾道真夏がタイムリープができるようになり、相談を受けた表紙に、深町和夫に消された記憶を取り戻す。は、原作以降を描いた続編的な作品。ありがとうございます。